交差点で信号待ちをする1台の車。青信号になり走り出した次の瞬間、フロントガラスに放射線状のひびが。被害に遭ったのは個人タクシーです。今月23日の午後0時半ごろ、客2人を乗せて金沢市尾張町南の交差点に差し掛かりました。信号が今ついて全く見えんやろ。信号赤見えないですね。赤信号は見えない。赤信号が見えないほどの雪。信号が変わり進み始めた時、雪が落ちてきました。突然目の前にドーンと落ちて、でフロントガラスがバーッとひびがいったと。まあまさかね、そんなことは夢にも思う。運転手の男性と乗客に怪我はありませんでした。車でよかったと。信号が隠れるほどの大きさですから、30センチか40センチ幅くらいかね。それは人に当たったら大元になりましたよ。幸い警察が加入する保険で修理が可能で、自己負担はないそうです。警察によりますと、 LED 式の信号機は熱を持たないため、積もった雪が溶けにくい特徴があるといいます。警察は雪を落とす作業を行っていますが、先週の大雪で作業が追いつかない事態となったそうです。気温が上がり雪解けが進むこれからの時期、落雪には注意が必要です。